皆さん、こんにちは。ビルガーナリコとビレーブルガーナリです。今日2012年11月30日金曜日、そしてこのトレーズジリッテムでは、ここ最近僕が気になったニュースということをビログしていくものです。ということで、早速今日のトレーズジリッテムでいきましょう。まずは昨日は火星に関する話をしたんですけど、今日は水星に関する話です。アメリカ航空宇宙局 NASA は29日、太陽に最も近い惑星である水星の極地域に大量の氷が存在することを示す新たな証拠を発見したと発表しました。水星探査機メッセンジャーが取得した新たなデータに基づいた分析で、ワシントン DC と同じ面積に広げたとすると、厚さが 3.2km に及ぶほどの量の氷になるみたいです。そしてこの氷は数百年前に隕石などが水星に衝突した際に運ばれてきたものと考えられています。これに加えてこの氷には有機物も存在しているんです。水星は生命の存在に適さない星とされてきていたんですけど、地球以外の惑星で有機物が見つかったことによって地球での生命の起源を探ったり、他の惑星でどうやって生命が進化するかを考える上でヒントになる可能性もあるみたいです。数百年前に隕石が水星に衝突して、でそこに氷と有機物があるっていうことは、その隕石はどっから来たんですかね。もしかしたら数百年前だから、その隕石にもしかしたらエイリアン的なものたちが、もしかしたらですよ、もしかしたら乗っていたのかもしれないですよね。よく SF 映画にもあるじゃないですか。あー、俺らの惑星がもう限界だから他の惑星に行かなきゃっていうので、たまたま近くに彗星があったから、あ、じゃあそこ行ってみようっていうので行ったのかもしれないですよね。ただ隕石に乗って行ってみたんですけども、そこは住めない環境で、うわー、もうここ着いたけどダメじゃんっつって絶滅したのかもしれないですよね。まあこれは宇宙に関する知識は全くない僕の意見なんで、もう完全に聞き流してほしいんですけど、こういう話を聞くとやっぱり宇宙は謎に満ち溢れてるっていつも考えてしまうんですよね。次はそんな神秘的な宇宙に関する話から、まあ、ある意味、神秘的な、小野洋子さんに関する話です。小野洋子さんがオープニングセレモニーというセレクトショップと組んで、メンズウェアのコレクションをデザインしたんですけど、そのメンズウェアのデザインがハイセンスすぎてやばいっていうのが今、ここネットでは話題になっています。ということで、こちらが小野洋子さんがデザインしたメンズウェアです。そして今日最後、今 YouTube で流行っている PDR 三択です。もう皆さん知っているかもしれないですけど、この PDR 三択っていうのは、まず5つの質問に答えます。そしてその質問に答えた人が他の人を示して、で、どん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 続いていくってゲームです。ということで、この PDR 三択はジェット大輔さんからいただきました。前置きは置いといて、早速5つの質問に答えたいと思います。まず1つ目、ユーザーネームの由来はってことなんですけど、実は僕自分のユーザーネームあんまり好きじゃないので、今回はビロガーのアリの名前の由来について話したいと思います。ビロガーのアリ、この名前の由来すごい簡単なんですけど、1年以上前に友達とファミレスに行って、でこれから YouTube やろうっていう話をしてて、で名前何にしようかなっていう話をしてたんですよ。そしたらその友達が、アリちゃんビデオブログっていうのやってるんでしょ、だったらビデオブロガーのアリでいいんじゃない、でそれでビデオブロガーのアリっていうのちょっと長いなっていうふうに思ったんで、あ、じゃあビロガーのアリでいいやっていうことで、ビデオ側のアリの誕生です。そして二つ目は、好きな季節はってことなんですけど、好きな季節は夏です。そして三つ目は、嫌いな食べ物はってことなんですけど、嫌いな食べ物はないです。そして四つ目は、好きなキャラクターはってことなんですけど、僕が好きなキャラクターはこれです、これスパイダーマンです。最後は、好きな所有物トップ3はってことなんですけど、まず一つ目、これです、これマグネループです。野球選手がよくするやつ。最初ね、これするのが嫌だったんですけど、一回これしてみると、もう半端ないです。マジで半端ないです。本当に肩こりが、これ僕の場合ですけどね、もう消えました。そして二つ目、ジンズ PC です。これパソコンやるときにパソコンの液晶から目を和らげてくれるっていうやつなんですけど、これめちゃめちゃいいです。そして最後三つ目、 iPhone です。僕はいつもこのトレードジリティブなのネタを探すときにこの iPhone で見てるんですよ。でももうこれがないと、もう僕終わっちゃいます。ということで、質問に答え終わったので次は僕がタグしますね。タグする人なんですけど、まずは美女二人をタグしたいと思います。一人目はランダム陽子さんです。彼女は九州に住んでいるビデオブロガー兼ピアニストなんですよ。で、僕が YouTube 始めた時からなんかね、気が合うんですよ。ね、まだちゃん。ということで、一人目はランダム陽子さんにタグしました。そして二人目なんですけど、僕の嫁です。僕の嫁に、5つの質問に答えてもらおうと思います。で、僕の嫁は YouTube やっていないんで、彼女のアメブロの方で質問に答えてもらおうと思います。ということで、嫁タグ付けしました。ということで、美女二人にタグしたんですけど、あともう一人タグしたい人がいます。僕があともう一人タグしたい人は、皆さんです。皆さんに5つの質問に答えてもらおうと思います。ということで、皆さん、タグしました。5つの質問は下にコメントもしくはビデオレスポンスでお願いします。別に5つ全部答える必要は全くありません。そして他の人にタグする必要もありませんと僕は勝手に解釈しています。ということで、今日のトレーズジリティメタは以上です。そして今日のビログの操作すべて下にリンクを貼り付けておきました。最後に今日のトレーズジリティメタ、ちょっとの役に立ったなと思う方は Facebook、Twitter、Google プラスで友達こと恋人を共有してください。ということで、また来週の月曜日か火曜日、ちょっとまだどっちかわかんないですけど、来週のどっちかにお会いしましょう。以上、ビログの兄によるトレーズジリティメタでした。じゃあまた。